よし、じゃあ続きやっていきましょう。たぬきちくんの借金というかね、頭金をね、1万ベル集めなければいけないんで、最初に桃とかを集めてお金稼ぎをしたいんだけど、ちょっと挨拶してこうかね。新しい家の人もいると思うから、ちょっと挨拶しとかないとね。あとは住人の好感度を上げないと、村人、村長としてね、良くないらしいんで、こんにちは。あー、いらっしゃーい。てか、どうしてんの？もうさ、この子女の子なんだよね。だから女の子っぽい喋り方にしなければいけないんですけど、おしゃべりしよう。うん。ガールズトークしよう。あ、もう掲示板は見た。何？ 2 チャンネルとか。やめて、俺そういうの見ないタイプなんだよ。あたい、まだ見ていないんだ。なんか落ち着かないと思ったよ。アビブ君のことだからしっかりチェックしたんでしょ？チェックしてないよ。え、まだ、何それ？っていうかあるの？そんなものも。動物の森にもそういう裏掲示板みたいなのあるのかな？そっか、まだ見たことなかった？じゃあ、駅前にある大きな掲示板見に行ってみて。村のイベントのこととか、イケてる情報が載ってるよ。なんか俺の悪口書かれてそうで嫌なんだけど。今回来た村長さ、だらしねえんだよな、みたいな書かれてたら俺心折れちゃうよ。それに自分でも書き込めるし、あたい掲示板の書き込みって面白いから読むの好きなんだよね。俺も書き込めるんだ。へぇ、それはいいことを聞いた。なんとなく通りすがりがちだけど、ふと掲示板の上を見ると、超可愛い鳥が止まってるの。え、捕まえられるのそれ。それで気になって覗くと、決まって新しい書き込みがあるから不思議なんだよ。ああ、じゃあ鳥がいる時は新しい書き込みがあるってことか。なるほどね。アビブ君も掲示板の近くを通りかかったら、鳥がいないか注目してみて。なのさ。わかった、ありがとうね。そっか、じゃあ掲示板早速行ってみようか。掲示板、そんなシステム前回あったっけ？俺が知らなかっただけ？それでも今回新しく加わったのかな？とりあえずあるものはね、全部やっとかないとね。じゃあ掲示板ですね。あー、セミ取りてー。セミちゃん、これ何？ガ？ガかな？取れないよね。Y ボタンで取れない。くそ、雨欲しいぜ。じゃあ、あ、釣りました。魚いるね。その前ちょっと掲示板、目移りしちゃうよ、いろいろと。これが掲示板、あ、今、フクロウみたいなの止まってたね。あれが鳥ってこと？じゃあ見てみようか。お、2016年8月21日、今月の虫取り大会は無事終了しました。次回の開催は2016年9月17日で、何虫取り大会って、俺そんなん出てないんだけど。え、超やりたかった。てか虫取り網がないんだけど。明日夜7時からお待ちかねの花火大会がスタートします。夏の夜空に咲く花。皆さんお見逃しなく。あー、そういうのがあるんだね。明日はお虫取り大会。8月20日か。なるほどね。あー、いろいろこういうのあったんだ。見とかなきゃね。書き込みできないの？書き込み。書き込みたいの？あ、書き込める。書き込み。じゃあ。なんか後ろにいる。なんか来た。なんか来た。なんか後ろシマウマみたいなのがいるんだけど。ちょっとやめちゃうやめちゃう。何人が書いてるときに何見てるんですか？覗き見やめてください、ちょっと。あ、サバンナさん。あなたは、アビブさんって言うんですね。私、サバンナと申します。この村に引っ越してきたばかりなんです。あ、そうなんだ。村長にわざわざ挨拶しに来てくれたんだね。いい子。盆地村のご近所さんとして、たくさんおしゃべりしましょうね。俺の家の隣だからね、これから長い付き合いになると思うけれど。よろしくね、サバンナさん。顔見して顔。それ裸？裸じゃないよ。大丈夫？あら、何かご用ですってか？ってば、なんでさ、この世界の住人はみんなさ、サスケに憧れてんの？ナルトだ、ナルトの世界に。名前がサスケだったりさ、テバヨとかさ、テバだったりさ、口癖が。みんな、なんかナルトの住人みたいになってんじゃん。退屈なんだけど。ちょっと待って、ビリって言ってるね。いや、すいません。接続が悪かった、ちょっと。こういう天気の日はさよなら、昨日までの私を読むのがおすすめです。何それ、そういう本が実際にあるの？ああ、まあ、昨日までの私を忘れて、明日から心機一転、新しい自分として生きていこうみたいな、そんな感じか。ああ、こうやって家ちゃんと見えるんだね。ロッタ、リッキー、シャンティ、サスケ、サルモンティ、アントニオ、サバンナ。まだ新しいキャラはできてないってことなのかな。また引っ越してくるのかね。サバンナさん、そこに水撒いてどうすんの？なるほど。じゃあちょっと掲示板書こうか、掲示板。書き込む。じゃあ、よし、OK。2016年8月24日。最近暑いですね。水分をしっかりとって健康的に暮らしましょう。出かけるときは帽子をかぶろう。天気が良い日は要注意。健康マニアのアビブより。完璧ですね。これで村長としての好感度がかなり上がるんじゃないでしょうか。はい、出来上がりでいきます。よいしょ。掲示板みんな見てくれるかな。最近暑いですね。水分をしっかりとって健康に暮らしましょう。出かけるときは帽子をかぶろう。天気が良い日は要注意。健康マニアのアビブより。完璧です。素晴らしいね。さあ、誰か返事くれるかな。こういうさ、掲示板でもさ、返事くれるのかな。お、何今手挙げたよ。おー、上向くとこれできるよね。で、あ、
アイテムとかもこうやって持ち直せるんだ。すごいね。シャベルも持ち直せると。そんな機能昔あったっけ。なるほど。で、静江さんに挨拶しに行こうぜ。静江さん、村長の仕事ありますか。あ、でも家作んなきゃいけないんだな、先に。でも話だけしとこう。静江さん、こんばんは。夜分遅く大変だね。24時間体制で働いてるの、もしかして。アビプ村長、お疲れ様です。何か相談されていくことはございますか。暮らしのアドバイスとか、旗のことも聞きたいけどな。じゃ、暮らしのアドバイス教えて。はい、暮らしのアドバイスですね。アビブさんがウンチュ村での暮らしを満喫できるよう精一杯お手伝いさせていただきます。お願いします。ただどうしても詳しく話そうとすると長くなってしまうので聞くのが大変かもしれませんが、お急ぎでしたら B ボタンを押してくだされば私頑張って早口で喋りますね。俺が早口編集しなくてもいいってことか。ありがとう。じゃあそれじゃあ何からアドバイスさせていただこうかしら。あ、そういえば、何？もう村民の皆さんとはだいぶお知り合いになれたんじゃないですか？そうだね、もうほくろの数を数えるぐらいまでね、親しい仲になりましたよ。皆さん、アビブさんともっと仲良くなりたいと思ってらっしゃるでしょうから、アビブさんも村民の皆さんを見かけたら気軽に声をかけてあげてくださいね。向こうから声かけるよな、なんか。それから、あ、そうそう、何何？アビブさんってお手紙をくれたことがありますか？ありますよ。村のみんなお手紙が大好きで、グミジトとしても結構、お手紙をやり取りされたりするんですよ。返事返ってきてない、そういえば。書いたのに。お手紙を出すには便箋が必要なんですが、普通の便箋でよければ差し上げますので。あ、マジで？買う必要なかった。ありがとう。しずさん、本当に俺を貢ぐタイプなんだね。貢ぎタイプなんだ。引っ越しの挨拶でも自己紹介でも何でもいいので書いて送ると喜ばれると思いますよ。しずさんに書きたいんだけど、しずさんに宛先がないんだけど、住所教えてくんないの？ただ、喜びのあまり他の誰かに見せびらかしちゃう方もいらっしゃるので、誰かに知られて困るような内容は書かないことをお勧めします。そんな内容ないよね。全部ね、むしろ見せられないような内容だもんね。本人が見せられないような内容だから大丈夫だと思う。手紙を書くには X ボタンを押すか、下画面の、バックボタンをタッチして持ち物欄を開いてから手持ちの便箋を選んで手紙を書くでお願いします。まずは先の名前を選んで、それから実際の文面を書き進めてくださいね。あと持ち物欄のアイテムをプレゼントして手紙に添えることも、あ、そっか、空き缶とか拾ったらそれを添付してで、サルボンティクトにあげればいいのか。なるほどね。書き終えた手紙は商店街の郵便局から出してくださいね。はーい。郵便代がかからないっていうのがすごいね、お手軽でいいよな。じゃあ早速だけど、桃をゲットして、たぬきちくんに頭金バーンと現金で、キャッシュで一気に払って、で、家作りをしてもらいましょうか。ね。家ってもしかして一回入れなきゃダメかな。よいしょ。あ、それじゃない。よし。こんにちは。いつも通り桃を売りに来ましたよ、リサさん。いらっしゃい。いつも桃買い取ってもらってすいませんね。はい、なに？買い取って。買い取りのご相談ね。何を持ってきてくれたの？桃の山を2つお願いします。15個。1500円でお願いします。ちょっと計算するわね。それじゃあ、全部で1500ベル。はーい。高値で買い取ってくるの。ほんとね、リサさんは桃好きなのかな、もしかしたら。一人で買い止めしてるのかもしれないね。あれ、これまだ売れないの？どういうこと？その黄色いコスモスがあなたが400ベルで出品してくれているものよね。値段を付け替えたり出品をやめることもできるけど。どうしよう。見直してみようか。さすがに400だとね。じゃあ、800ベルぐらいにしておこうかね。高級感を出せばいいんだよ。400ベルだとちょっと安っぽく感じちゃうけど、800ベルって言うと、あ、この花すごいいい花なんだなって思って逆に売れると思うんだよね。な、何これ ?R って書いてあるよ。あ、ここはフリーマーケットスペースのまだ、何も置いてない場所ってことか。なるほどね。今ね、マウンテンバイク買えるんだけどな、これ欲しいな。でも乗れるわけじゃないんだよね。多分部屋に飾るだけだと思うんで、部屋がない状況だとね、まだ寝てるし、この多分昼間話しかけないと起きられないんだろうね。あ、こんにちは。何遊びに来たの、ロタちゃん。このよくあるチェアいいよね。あー、欲しくなっちゃうよ。欲しいのか、ボロン。買っちゃえばいいじゃん。ね、このよくあるチェアなんて。みんな被りそうだけど。だよね。よし、買っちゃおうかな。そんな勢いで。すいません、これください。はーい。お、買われた。やったー、よくあるチェアゲット。これもしかして村人の住人にさ、こうやって物を買わせれば空きスペースができるから新商品が加わるとかそういうこと？なんかさ、毎回来てもさ、全然商品が変わらないから、これ買わないとさ、新しい商品が追加されないんじゃない？だから村人が来た時にこうやって買わせれば新しい商品が入って、で、お気に入りの商品が来るまで粘れると。そういうことできそうだね。じゃあ、ありがとうね、リサさん。リサさんがかわいそうになっちゃうけど、たぬきちくんポジションだったからさ、今まではさ、売るのが。だからさ、平気で売れたけどさ、リサさんみたいなさ、ちょっといい人だとさ、売るのた、なんかちょっとさ、たじろいちゃうよね。うん。ためらっちゃうだ。たじろいちゃってなんだ。ためらっちゃうよね。たぬきちくんだったらバンバン売れたのに。だから、そう、汚れ役嫌だからさ、ハウジングなんて始めるかな、やろう。くそ腹立つなぁ。リサさんを出しによく使いやがって。おい、たぬきちくん？あれ？あ、閉まってる、もしかして。
夜8、おい、ふざけんなよ、金集めたのに何あいつ休んでんだよ。えー、じゃあこれもしかして朝にならないと、俺、また野宿しなきゃいけないってこと？あいつ、ほんと腹立つわ。みんなさ、こうやって夜遅くまで働いてんのにさ、あいつだけなんかさ、定時勤務で帰ってやがんの？豆粒商店にいないの、田中くん。もう、あいつはほんとにもう、あー、虫取り雨あった。いらっしゃいませ、だなも。じゃあ、ちょっとこれちょうだい、つぶきちくん。所持金は見てございます。皆さん500ベル。うん、買う。見てありがとうございます。500ベル、間違いなく頂戴いたしました。だなも。ところで、うちの商品の使い方ご存知ですか？よろしければ簡単に使い方。あ、大丈夫。間に合ってます。ありがとう、つぶきくん。ほんといい子だな、お前は。では、お買い上げありがとうございました。だなも。うん。なるほどね。そう、たぬくしくん今どこにいんだよ。そもそもたぬくしくんの家ってどこなの？この村の住人じゃねえのかな？ウォンチ村じゃないのかな？働きにここまで出ていて、家は違う村とか？腹立つわ。もう何から何まで、あ、でもエイブルシスターズも？エイブルシスターズはなんか許せる。9時までだしね。1時間ね、長く働いてるから、たぬくしくんよりも。まだ許せる。ああ、そっか。みんなちゃんとね、働いてると思ったら、なんでさ、このさ、公共施設の方がさ、長い時間やってんの？郵便局とかさ。役所がなんであんな夜遅くまでやってんだって話だよな。そして3時ぐらいにさ、もう引きこもってんじゃないの？ 5 時とか。そっかー。やっぱ夜遅くにやるとダメなんだわな。もうちょっと早い時間にやりたいんですけれど、私だって。なかなかね、昼間にできる環境じゃないですよ、私も。今度土日にじゃあ一気にね、昼間の間にやっちゃいましょうか。そっか、桃、じゃあ桃集めて、じゃあ虫取りしよう、虫取り。せっかくだからね。せっかく新しいことができるようになったんで、虫取り網使いたいと思います。よいしょ。おー、でかいね。クワガタ取りたい、クワガタ。クワガタとカブトムシ。セミもいいけどな。バッタとかよりもやっぱさ、甲虫がいいよね、甲虫。いないかな。これさ、走ると逃げちゃう場合があるからね、ゆっくり歩いて。あれ、いないね。もうそろそろ夏も終わっちゃうからさ。あ、こんにちは。わー、こんばんは。それどうかしたのかい。おしゃべりしよう。テクテク、ちょっと鼻近いんだけど、臭いよ、息。こんな天気の時はダンスで戻って、ケビンもリフレクションさせたい。あ、ダンス踊るんだ、その短い手足で。教えて、その男子。何か話でもあるのか、アビブ君。ちょっと暇つぶししてる、一緒に遊ばない？ねえ、君。倹約家だって噂になってるよ、ムージョ。倹約家？どういうこと？羨ましいもんだね。僕もスキャンダルとかで噂になりたいもんだ。はっはー！どういうことだろう？独り身ってことを笑われてるの、倹約家。そういうこと、女性的な問題なの、それ。やめて、そういうの。心が傷つくからやめてください。つか、虫が一匹もいねえんだけど。早くしないともう虫がいなくなっちゃって、本気で。早くね、虫取りしないと。夏だけしかいない虫ってたくさんいるじゃん。そういうの今のうちに取っときたいよね。いるかな？お？なにこれ？なんか落ちてるよ。落とし物を拾っちゃった。誰の落とし物だろう？持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。なにこれ？新しいイベント？しかもなんか家あるよ。なにこれ？ナディア様ご新居だって。ナディア様初めて聞いたな。新しい人たくさん来るね。村がなんか村の数めっちゃ多くない？こんなに村多いものなの？何人いるんだろうね。早くあの猿の二人のどちらかにいなくなってもらわないと。よし。で、虫、あ、いやー、くそ逃げられた。やっぱ、なんだ、ちょっとゆっくり歩きたいんだけどさ、ゆっくり歩くと。お、いた。何これ？カメムシ？お、よいしょ、取った。何？コガネムシ。蚊が捕まえてる。蚊が近づいてる。早く逃げようぜ。ちょっと待って、逃げて。蚊がいる、蚊がいる。蚊って捕まえられるの、これ。よいしょ。お、捕まえた。何？蚊を捕まえた。吸ったものを返して 3.8 ミリだって。どこに入れとくの、それ。虫取り網に入らないでしょ。わー、たくさんいるね。まあ、こういうの虫は全部集めたいからね。一応蚊も捕まえといて。多分動画的には見えないんじゃない？ちっちゃすぎて。あ、いたいた、私の前。あ、たくさんいる。なんかたくさんいるんだけど、ここ。よし、サルモンティ君。うわ、おべば、おめえと話すのは1週間ぶり。いや、もっと前かな。これも知らん顔されてからさすがの俺でもへこんじまうぞ。おい。いや、そうだね。あまりコミュニケーション深めたくない人には私話しかけないようにしてるんで。そう、ごめんね。ちょっとなんかさ、俺すぐ態度に出ちゃうタイプだから。おべば、どうした？バナーナ。そのね、ちょっと語尾がムカついてしょうがないとは言えないけど、これ落とし物なんだけど、君の？これ、落とし物。それもっていくよ。はい。これちょうだい、1割。俺はこんなもん落としたけど、あ、違うの？なんだよ。じゃあさ、誰か知らない、これ見覚えない？あ、俺に話でもあんのかい？バナナ。
退屈なんだけどちょっとバナナ出してくんね。ナビブ、俺たちが出会った記念に写真、どういうこと？出会った記念に写真、なんで男2人撮らなきゃいけないんだよ。何、 L と R は同時に押すだけだから簡単だ。前もって LR を押しといて、あ、L を押しといて、シャッターチャンスの時に R を押して撮るって感じかな。メモリーカードの容量食うか嫌なんだけど。撮った写真は Nintendo 3DS カメラでいつでも見ることができるから、好きなだけニヤニヤしてくれよ。ガハ、なんなのこいつ、気持ち悪いんだけど。破いて捨てようか。撮るよ。はい。はい。はい、チーズ。お前、写真撮ってくれとか言ってくれ。ちゃんとカメラ目線しろよ、お前。はい、チーズ。こいつ腹立つな。はいくよ、サルモンディ君。撮れた。もういいよ、これで。後ろ姿で、あの野郎。俺を負けてしがって。畜生。何、俺村長としてバカにされてるの、村のみんなに。そんなことないの、威厳あるよね。これだけ威厳がある村長なのになんでバカにされるわけないもんね。ちょ、虫取りしたい、虫取り。カブトムシ、カブトムシ、どっかいない？こんにちは。顔見えないけど。りょうびくん、綺麗な星様を見ると明日もいいことな気がするよね。でしゅ、そうだね。二人の愛の逃避行、愛の彦星、私です。ところで僕に何かご用なの？僕買っていいよね。これ拾ったんだけど、りきゅうくんのパンツ？パンツやんねえよ。なんでいきなりパンツって言ったんだ、これ。落とし物なんだけど、どう？なんでパンツ出てきたんだろう。あ、ピンポン、お、やった、大当たり。これ僕のポーチ、あ、そうなんだ。下着が入ってるの？あ、わざと落としたわけじゃないからね。そんなでかいもの落として分かんなかったんだ。これは拾ってくれたお礼だよ。はい、グレータンク、タンク下着くれたんだけど、どういうこと？お礼に衣服を渡すなよ、お前。アビブ君も落とし物には気をつけてね。え、これフラグなの？もしかして落とすっていうそういう行動もあり得るのかな？ちょっと着てみる？これかな？グレータンクトップだって身につけてみます。よいしょ。おー、より外人さが増したんだけど。こういう外人いるよね、こういう服着てる。おい、なんで俺を外人に仕立て上げるのやめてくれよ。もうちょっと日本人っぽい感じにしたいんだからさ。でも虫が全然いねえんだけど、雑草も抜いとかないと、雑草抜いとかないと良くないこと起きるんだよね。全部抜いとかないと、お花たくさんあるんだけどな。入った。カブトムシだ。これ絶対捕まえたい。絶対捕まえたい。そーい！よっしゃ、来た！何？でかい？おー、カブトムシを捕まえた。強くて硬くて太い。69.6センチ。捕まえた記念に図鑑にメモしておこうと。やったぜ、男のロマン。あとクワガタだな。カブトムシとクワガタはめっちゃ、これ対戦とかできないの、カブトムシで。めっちゃ対戦してえな。虫キング買って個別にやるか、対戦だけは。またカナブンがいるよ。これは別にいらないから一応取っとこうか。あ、ドロー、逃げられちゃった。逃げられる場合もあるんだね。そうだね、100発100中で面白くないもんね。ないかな、クワガタ。でっかいクワガタ。カブトムシとかにも種類あんのかな？なんとかカブトムシとヘラクレスオオクワガタみたいな。あるのかね？全部捕まえたいな。なんかいるね。これなんだ？え？なんだ？わかんない。セミ？セミの幼虫とか？セミの抜け殻！夏の思い出だって。この時期にセミの抜け殻か。もう夏も終わっちゃうのにね、ちょっと遅れて、ね、お寝坊さんだったのかな。セミの抜け殻か。最近セミの羽化してたところを初めて生で見たんだよな。羽化してる場所なんてなかなか見れないからね、都会じゃ。クワガタ、ノコギリクワガタかな、俺。取るぞ、絶対取るぞ、絶対取るぞ、絶対取るぞ。はい、しゃい、完璧。何クワガタ？ノコギリクワガタ。顎の曲がり具合が何とも言えない 58.7mm。捕まえた記念図鑑にメモしておこうと。最近だとオオクワガタよりも、このノコギリクワガタの方が、なんか高値で作って場合も多いからね。入れ替える。何と入れ替えようか。でも全部被ってねえんだよな。パンジーか、パンジー。パンジー、地面に植えとこう。よし。だぜ。オオクワガタとかもいないのか。でもさ、やっぱりさ、ゲットした時の喜びはオオクワガタの方が嬉しいよね。なんか僕の夏休みのさ、あれがあるから、ノコギリクワガタよりもオオクワの方がめっちゃ強いみたいな。そういう印象があるからね。あと、レア度で言ってもやっぱオオクワガタの方がなんかレアな感じ。画かなこれ。もうアイテムねえんだよな、アイテム。アイテムどうするかな。手紙捨てるか。いや、それはないな。OK。とりあえず手紙に添付しといて、稼いどいて、一応捕まえておこうか、これ。せっかくだからね、ここで逃がしたら、もう二度と出てこないかもしれないだろ、シェイ、完璧！素晴らしい。でかっ！ビワハゴロモだって捕まえた、こっち見ないで、捕まえときながらなんちゅう物言いだよ。よし、ちょ、図鑑めっちゃ埋まるじゃん。
これ今日中に全部埋まっちゃうんじゃないか、図鑑。いいぞいいぞ。そっか、でもさ、虫がね、どこに預けるか。確かさ、前のやつだったらタンスかなんかに入れてたんだよね。で、タンスを買わなきゃいけないんじゃないかな、もしかしたら。お、セミだ。これセミ、あぶ、ミンミンゼミかな。こんなでっかいミンミンゼミいる？取るぞ、取るぞ、俺は取るぞ。や、絶対やるとこ、やればやる男。はい、すい、完璧。さあ、どうでしょう。あ、アブラゼミかな？あ、ミンミンゼミやったぜ。元気があってよろしいよろしい。一週間の儚い命。でもこれ以上持てないや。何かで入れ替える？忘れてた。入れ替える。どうしようかな。これ博物館に寄贈した方がいいのかな？じゃあ、これちょっと、入れ替えとこうか。地面に置いとこうか。後で拾いに来ればいいもんね。生き物は逃げちゃうけど、物だったら後で回収できるから。じゃあ、博物館に行こうかな。たぬきちくんのところも寄りたいな。博物館で、昆虫全部預けて、で、たぬきちくんのところ行こうかな。今回さ、ふうたさんがさ、その虫に対してのコメントを言ってくれないから、一気に預けちゃってもいいかなと思うけど、化石のやつも調べてほしいからね。あ、置いてくなきゃよかった。化石以外置いてくれよかった。まあ、いいか。あ、寝てる。夜行性だから。ああ、すみません。ああ、ボンジョ博物館にようこそいらっしゃいました。ああ、私にもようですか。お伝えできることがあれば何とおっしゃってください。偽造します。おお、そうですか。何を寄贈してくださるんですか。ワクワクドキドキワクワクさん。ヒバーハ、ビワーハゴロモと、コガネムシと、蚊と、ノコギリクワガタと、ミンミンゼミと、カブトムシと、カメムシと、セミの抜け殻、セミの抜け殻も寄贈できるんだ。おお、まとめてお持ちくださったんですね。どれどれ。はい、ではありがとうございます。食べさせていただきます。お技の取り出させていただくとも結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますのでやめて、まさぐらないで。それでお預かりしたものは展示室に飾らせていただきますね。ありがとうございました。他にお手伝いできることはありますでしょうか。じゃあ化石の鑑定しといて、1個あったよね確か。おお、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワクさん、これです。いいな、いいな。持ってないやつ。オムナイト、オムナイトかな。オムナイトがいいな。カブトプスでもいいよ。どれどれ。なるほど。おほほほ、これはアンキロサウルスの体以外の何物でもありませんね。アンキロサウルス、恐竜の一部ってこと。そしてもいい匂いですね。これまだうちにはない貴重な化石なんですよ。うちにはないやつが一個もねえじゃねえかよ、お前。俺にとっても歴史的発見であるこのアンキロサウルスの体をうちで預からせていただくと、さらなる文化の発展が見込めるわけですか。収入が見込めるだけでしょ。そこのところいかがでしょうか。腹立つ。もう寄贈してあげるあげる。買い取ってはくれないんだもんね。ほほ、よろしいですか。ではお言葉に甘えてお預かりいただきます。残りのパーツも見つかって完成した姿で展示できるといいですね。ありがとうございました。お前がな、お前が感じた。じゃあ他にも手伝いできることはありますでしょうか。もう大丈夫、ありがとう。そっか、風太さんなんか寄贈してばっかりさ、何もお礼くれないんだよな、俺に。ご自由に見学くださいって言ってるけど、もしかして俺がただ入園料がパスなだけであって、他の人は払ってるのかな。俺が寄贈する代わりに入園料は無料ですよ、みたいな、そういうことなのかな。ここの店って何なんだろう。なんか黒く塗りつぶされちゃってるから、まだ入れないってことなんだよね。後々入れるようになるんだろうな。じゃ、たぬきアジング行きます。たぬきちくん、頭金持ってきたよ。ほら、1万増える。お前の大好きなお金だ。こんにちは。クーラー効いてんだろうな、この部屋。この夏場なのに長袖で。いらっしゃいませー。はーい。はい、はーい。どうしたんだな、もう。頭金だよ、ほら。お前の頭に乗せてやるよ。はい、ポーンと。よいしょ。持ってきてくれたんだもんね。どれどれ。はい、頭金1万ベル確かにいただきます。くそ、もう所持金が370しかねえよ。じゃあこのお金で正式にお家の工事を発注するからね。ちなみに屋根の色はこの中から選べるんだけど、どの色がいいだなも。赤色、青色、黄色、緑。難しいなー。家っぽいのは赤だけど好きな色は青なんだよな。青い屋根にします。青屋根がいいんだなも。お願いします。ちょっとさ、見本見してほしいよな。その文字だけじゃちょっとイメージしづらいし。明日の朝にはうちが完成するように手配しておくから。明日の朝には早すぎだろ。一日で作れんのかよ。それからあとはそうそう、リフォームのことを言っとかないと。リフォーム、お家が完成したらうちでエクステリアのリフォームも受けたまわるだなも。エクステリアってのは要するに屋根とかドアとか柵とかお家の外観に関する部分のことだも。毎日いろんなサンプルをこんな感じで展示してあるから、また興味があったら見に来てね。それじゃともかく明日をお楽しみに。ありがとうございました。これ現実世界での明日じゃなきゃいけないのかな。めんどくさいね。なるほどね、タヌキハウジングめ。あ、すごい喜んでる。ふぅ、頭金払い終わった。これで明日にはマイホーム完成だ。
すげえな、たぬくちくん優秀だよな、一日で作っちゃうなんて。でも次の日、明日楽しみだね。明日になったらマイホーム、そして村長との仕事もできるってことか。早く村長の仕事始めたいわな。さあ、じゃあせっかくなんで虫取りも釣り竿もね、使って虫取り以外にも魚取りもしていきたいんですけれど、セミがめっちゃ鳴いてるね。そろそろセミもいなくなっちゃう。あ、そこ見た。これまたミンミンゼミかな。ちょっと色違うね。大丈夫、ちょっと反応してる。俺の気配に気づいてるか。大丈夫、いけるよ。ちょっとずつ近づいてゆっくりと。はい、タイ完璧。さあ、どうでしょう。あ、クマゼミだって。シャン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 。クマゼミってどんな感じなのだっけな。あんまり覚えてないな。クマゼミってあんまり都会ではいないんじゃない。アブラゼミがほとんどで、たまにミンミンゼミがいるぐらいだもんね。あとはツクツク胞子とか。クマゼミってあんま見ないな。お、また一緒にシャカシャカシャカ。出た。これまたクマゼミだね、この色。あっさい。よし、完璧。よいしょー。クマゼミをゲットした。シャン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 61ミリ。でかい方を持ってった方がいいのかな。でかい方が高く売れるとかあるからね。いいじゃん。やっぱ昼間の間だから、セミがたくさんいるんじゃない。あと、カブトムシとかは夜行性だからね。この時間帯には少ないのかもしれない。カブトムシとか探すんだったら夜の方がいいんだろうね。あるかな、どっかに。これアブラゼミでしょ、これこそ。よいしょ、セミ多いな。でもタンポポの葉っぱがファーって浮いたね。細かくてすごいね、さすが任天堂。よし、いいぞ、アブラゼミもゲット。セミめっちゃ多いな、セミいいな。セミっていうのはさ、たくさんいるじゃん。あ、ほきやっぱ、ほきおにやっぱ、絶対捕まえる、おにやっぱ。ちょっと待って、あいつ早い。ちょっと待って、ちょっと待って、お前、本当に待って、本当に待って、どっかに止まれ、お前。あー、いっちゃ、届かない。待って待って、橋がない。待って、周りが、絶対捕まえる、あいつ絶対捕まえる。あいつは絶対、あんなセミなんか知らねえ。あんなセミなんか知らないぞ。俺は捕まえてるぞ。どこ行けかった、あれら。先回りしてるぜ、こちら辺に行ったぞ。どうだ、どこ行った、逃がしたかな、くそー。もうめっちゃ捕まえなかった、オニヤンマ。ああいう飛んでるのってどう捕まえればいいんだろう。やっぱ忍び足で行くしかないのかな。くっそ悔しいな。ああ、よっしゃー、勝ったぜ。やっと、すごい、ものすごいでかい字でやった。それは俺の気持ちだよ。やったよ、本当に。今の見た見た、鬼山捕まえたぞ。 103.9mm。どうや、え、これってものすごい捕まえにくい虫とかそういうのなんですかね。一発で仕留めてしまう男、アビブ。素晴らしい、やった。だってあんなでかい文字で喜んでるぐらいだからね、多分すごい捕まえにくい虫なんだろうね。さすがなんだけど、アビブさん、さすがです。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。これちょっと全部ゲットしたい、全部ゲットしたい。他にはもっと珍しい虫、あ、アブラゼミか。どっち、あっち、右がクマゼミで左がアブラゼミかな。あ、取れなかった。こいつは売っとこうかな。リサイクルショップ機だな。全部取れなかった、クソ。結構判定シビアなのかな。これ誰にしたっけ、シャンティちゃん、シャンティちゃんだね。シャンティちゃん最近会ってないね。引っ越しちゃうと困るから、ちょっと挨拶しとかないと。シャンティちゃん、呼ばいじゃないよ。遊びに来たよ。シャンティちゃんいる？うお、すごい！かわいい家だね。アジアンティックというか、お風呂はちょっとなんか豪華なんだけど。これ大丈夫？シャワーこんなところに開いて。床ずぶ濡れになるよ。俺シャワーの置き方に関しては天才的だからさ、もうちょっと考えると思うんだけど、ちょっとさ、考えておこうよ、その置き方。あら、ウェブくん。なんだか久しぶりね。随分長い間話しないもんね。1週間ぶりくらい。そうだね、もっとね。あまりほっとかないでね。え、寂しいの、もしかして。私だって心変わりとかさ。それ完全に惚れてるメスの顔してるんだけど、なぜ上目遣い。超かわいいシャンティちゃん。でも今日は一日中語り明かそうぜ。アビブ君、何かお話でもあるのだってば。ちょっと暇つぶししようぜ。お前もナルトの世界の住人か。そうそう、あなたに大事なことを伝えておくわね、アビブ君。何、別れの言葉じゃないよね。ゲームをやめるときに今スタート。なんでこのさ、状況でメタ発言するんだよ。セーブして続けるっていうのもあるから、そっちでもいいんだけど、ちゃんとセーブしておかないとその日したことがなかったことになっちゃうの。あのうざい人が出てくるんですよ、リセットさんだっけ。思い出が残らないなんて、そんなの悲しいじゃない。だってば。そうだね、サンティちゃんとのね、夜の思い出がなくなっちゃうの困るもんね。そっか、なるほどね。やっぱ話しかけないとね、出て行ってほしい人にはなるべく話しかけないで、で、出て行ってほしくない人にはね、毎日のように話しかけないとね。そうすると、村のね、住人もね、いい感じになると思う。あ、ロッタ、ちゃん、ロッタちゃん、こんにちは。はい、はい。アビブくん、元気そうだね、なのさ。
そういえばどうしたの？うん、おしゃべりしよう。そのスカート似合ってないよ。どう？このバッグの代わりにジョーロを持つスタイル。おばさんっぽくていいね。中に物を入れるとびしょ濡れだけど、好きな時に水もやらし、一石二鳥で。二鳥にはなってないと思うよ。水やりの役割しかやってないから一石二鳥だと思うけど。あ、なるほどね。ちょっと間抜けなところあるのかな、この子。面白いね。これ丁寧なところがちょっと可愛いけどね。あ、新しい子。ああ、これ女の子かわいい。ナディアちゃんって言うんだ。あ、この村の人？はじめまして、うちナディア。引っ越してきたばっかさ。よかった、女の子増えて。あんた呼ばわり？そうか、あんたがアビブか。そうなんだよ。これからよろしく、アビブ。まあ、いっか。まあ、いっかなのかよ。どっちなんだよ、お前。なんだ、その口癖。ふふ、アビブ。なんだか飛ばしてんね。まあ、いっか。何を飛ばしてんの？よく飛ばしてるよ、夜。何か話してよ。夜どうしても眠れないことってあるだろ。そんな時は、それにしてあげる。やっぱあれだよね。そうだよね。運動だよね。座禅ってことっていうのは、それで、まあ、深呼吸だね。そうだね。呼吸することは大事だよね。酸素を脳に取り込む。ゆっくり呼吸をして気持ちを落ち着けてると、自然に眠くなってくるもんさ。まあ、いっかって言っとけばいいか。困った時はさ、まあ、いっか。親ビブ何か言いたそうだね。いや、別に何も言わないよ。スカート似合ってるね。それさ、下履いてないの、もしかして。そうそう、今日はハッキミー先生が占いのお店を出した。あ、そうなの？もちろん行くさ。うちこう見えて占いとか大好きなんだ。それに、ハッキミー先生のあの怪しい雰囲気、憧れちゃうな。まあ、いっか。これはちょっとね、占いしないとね。どこにいるの、ハッキミー先生。広場にいるのかな。でもさ、今さ、俺、占いテレフォンがあるからさ、別にいらないんだけどね。サスケの、サスケくんいるのかな。話しかけても、別にね、必要ないんだけど。どんな家に住んでるかっていうのを見たいからね。サスケくん、いる？シャリンガンの練習してんの？お、あ、ワープ、あ、めっちゃいい部屋じゃん、これ。いいね、ワープ。ちょ、この家ちょうだい。あー、ぷぷ、久しぶり。しばらく見ないと思ったらまたひょっこり現れて、お前ってかなり自由に生きてるんだな。そうだね。結構あの、敷かれたレールに乗った人生歩んでるけど。おー、ぷぷ、なんとかよか、どっこい？退屈なんだけど遊ばない？ナディアに用事があるから俺らの代わりに呼んできてくれないか？ちょっと今、手が離せないんだよ。え？来たばっかりとか、今日来たばっかりなんじゃないの？そのようにもうさ、そんなさ、ナディアと呼び捨てする仲なの、お前。1時間以内でお願いしてなきゃいけそうか？そんなん自分でやれよ、お前。腹立つな。そしたら頼んだぞ、アビブ。でもなんか物もらえるかもしれないから頑張ろうかな。物のためには私行動しますよ。これなんか入ってないの？なんかくれたりとかしないかな？消火器とかちゃんとあるんだね。和風な感じが好きなんだ。いいじゃん。あ、で、うなぎもあるよ。これ盗んでいこうぜ。普通、いろりってなんか家の真ん中にありそうなイメージあるけどね。端っこなんだ。なんか、あった、なんか効率悪そうだよね。さ、ナディアちゃん下にいるかな、また。まだいる？ナディアちゃん。あ、いていてた、よかった。呼んでたよ、サスケくんが。アービブ、やっぱり、なんでかあんたには何度も会いそうな気がしてたんで、もうさ、ここの住民のメスたちみんな俺に惚れてるんだけど、どういうことなの？うん、やっぱ魅力的なのかな、顔が。それはそうと、うちに何か用事かい？呼びに来たんだけどさ、なんかサスケっていう猿が呼んでるよ。え、サスケが？まさか、タイマンのマジか、どういうことなの？え、格闘タイプだったの君たち。あいつなんだかんだ言って強いからな。あ、もう一戦交えた仲なんだ。マジで何のようなんだろう。まあ、ここで断ったらあんたがどんな目に遭うかわかんない。そうだ、俺に被害がさ、こむるからさ、お願い言って。ついてくよ。まあ、いっか。お願い。あ、めっちゃついてくる。かわいい。このまま一緒に冒険しない逃避行の旅に。やめて、恋人みたい。ちょっとさ、海岸線走ろうぜ、これで。あはは、アビブ、待って、あはは、捕まえていくな、俺、捕まえられないだろ、あはは、みたいな。やりたい。ちょっとセミなんか関係ない。あ、ん？ねえ、なんだってわざわざこんなところ通ってんのさ、サスケの家に行くんだろ？違うの？いや、そうだけど、海岸線走らない？うんうん、そんじゃ、まっすぐサスケの家に行こうね、まあ、いっか。それさ、遠回しに俺と遊びたくないってことな。いけない海岸線！ちょっと、サスケの家はこんなところないだろ？寄り道しないよ。じゃあ付き合わないよ。行きましょうか。そろそろ怒られちゃうからね。ああ、よかった。寄り道しないでまっすぐ行こうね。あ、めっちゃいい笑顔してるね。その顔好き。ああ、ちゃんと、そっか。あはははができないんだね。あははははははは。ああ、シャイ完璧！やったぜ！2匹目。どや？見た？鬼はもう俺の男らしい姿見た？やったぜ。これは惚れたでしょ。すごい、鬼山一日で2匹捕まえる男。あ、魚釣りもしたいな。でも寄り道知らんないんだよね。あれ、ちょ、こっちじゃねえわ。あ、待て、またいた。おし！バカ野郎！こんなクソ！アホンクサ！なんか、完璧。3匹捕まえる男。あ、銀山だって。銀色じゃないけどね、鬼山ではないんだ。そんな、もう秋だからね。それはな、トンボもたくさん出てくるわな。君はいいや。まあ、そうか、化石も鑑定してもらわないとね。ちょっと、サスケくんとこ行かないと、こっちからじゃいけねえわ。サスケくん！バッタだ。よいし
これ何？何バッター？トノサマバッターかな？あ、イナゴだって。田んぼの家を種ない食べないで佃煮にして食べようぜ。へえ、あれ美味しいよね。あれどっちだっけ？こっちだっけ？これじゃない？こっちか。おーい、連れてきたよ。何？怠慢するの？怠慢してるところ見せて。本気の殴り合い見せて。こんにちは。この和服の、和服じゃない、和式の家いいよね。俺ここ住みたいな。おい、連れてきたよ。何すんの？お三人集まっちゃって。よう、お帰れ！サスケン、うちを呼び出すとはそれなりの用事なんだろうね。うん。お前に似合いそうないいもの売ってたから買ってってやったぞ。え、なになに？受け取れ。恋人同士かよ、お前。穴の長いラグランシャツ？え、どういうこと？穴が開いてんの？あ、じゃ青の長ラグさん、青色ってことね。本当にもらっていいのかい？やったね、ありがとうね、サスケ。でも借りを作るのは嫌だからさ、このお礼はきっちり体でさせてもらうよ。あ、そっか、そんな仲なんだね。じゃあうちは失礼するよ。ご苦労だったね、アビブ。いいじゃない、いい仲。そっか、付き合ってんの二人。種族を超えた愛なの。いいな、俺も混ぜて。うおー、あっという間に帰っちゃったなー。そうそう、お前にはお礼しないとな。そう、お礼して。このロボの床もらってくれ。ロボの床？え、和室の床ちょうだいよ。その畳の方がよかったんだけどな。ほんと助かったよ。やべえ、好感度上がっちゃった。こいつこの村に移住するんじゃないか。移住じゃない、定住するんじゃないか。まずいぞ。でも顔はいい顔してるからな。いいキャラしてるし。サルモンティー君にいなくなってもらおうか。逆にそれか猿だけ残して、猿の帝国を作るっていうのも面白いかもしれないね。猿だけ残して、ボンチ村猿計画みたいな、猿の帰還みたいな、良さそうだね。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。ちょっとね、家が明日にならないとできないみたいなんで、明日また家を、できた後に村長としての仕事を始めていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。